こんばんは、森井です。おっしおっし、黒だぞ。今回も私が三国志8リメイクやっていきます。今度は何をやるんだ？今回は、新、三国志シナリオをデモプレイで見ていこうと思います。英雄集結、七条の戦いときて、今度はついに勢力3つか。葬儀、食官、孫悟、三国志といえばこの3つといえる勢力図ですね。普通に三国志って聞くと、この3つしか浮かばない人も多そうだぜ。このような形になるまでにも色々あるわけですが、これでもかなりバランスが取れている状態です。実際の三国志では、もう少し葬儀が大きくて、食官と孫悟が同盟してなんとか抵抗できるレベルだったようですからね。三国志全然三国志してないやつな。ですがこの仮想シナリオ、新、三国志では、三国ともにある程度バランスが取れた状態からスタート、公式がバランスが取れたと言っているので、本当にバランスが取れているのか見ていきます。これまでのはどこが大きくなるかだったけど、今回はどちらかというと拮抗する方がいいのか。バランスが取れているならそうですね。というわけでこの世界でのデモプレイがどうなるのか、見ていきましょう。というわけでデモプレイにして時間を進めていきましょう。このシナリオは219年スタートなので、だいたい130年のシナリオになるでしょうか。早速動きがあったな。占領まではいかなかったみたいだが。さすがに全く動きがないというわけにはいかないですね。特に序盤はまだそれぞれの都市の内政も進んでいないでしょうし、とりあえず義軍は空いている2つの空白都市を抑えました。ちなみに森井的には実際どうなると思うんだ？どうでしょうか。さすがに130年も時間を流して、一都市のやりとりもないってことはないと思うので、それぞれの勢力ごとしくらいのやりとりで収まってほしいですかね。理想だけで語れば遊戯軍が曹操軍の北西部をもう少し削ってほしいですかね。形だけ見ればですけど、ただすでにここまでの流れを見ていると、どちらかといえば義軍が蜀軍を攻める形なので、本当に理想論になりそうです。お、動いたな。呉が義の抑えていた呪春を抑えましたね。曹操は退職戦線にいますし、義としてはどちらかといえば蜀の領土を削りたい形なんですかね。ここで公領を落としたぞ。これで葬儀が突出した都市を抑える形になりましたね。孫悟も必ずしも有利を取っているというわけではないようですし、序盤の動きだけを見ると確かにバランスは取れているように見えます。というかあれだな、ちゃっかり落とした都市の数も数えてるし、今回これ公式のデバッグ案件とかじゃないよな。違いますよ、勝手にやっているだけです。というか仮にデバッグの仕事をもらったとしたら動画にしませんよ。まあそれはそうなんだが。まあ公式がちゃんとデバッグしているのかというのは測れてしまうかもですけどね。まあデバッグって本来バグが出ないかどうかで、バランスが取れているかどうかはまた別の話だと思いますが。でもバランスを取るってコンセプトのシナリオだし、ある程度試しているとは思うけどな。いつかそういうお話が来たら面白いですね。そんなこんな話している間に、順調に葬儀が食感を削っているわけですが。やっぱり序盤はどうしてもってのがあるんかな。都市のパワーが安定しないでしょうからね。まあまだ落とした都市は4つですし、ある程度は進まないとではありますからね。それにしてもあれだな、ちょうど食感は前線が1つ下がった形だけど、それだけで一気に小さくなった感じがするな。三国志8リメイクのマップ、東部と西部で都市の数が全然違いますからね。西部は都市が少ない分、1つを失った時の色の変化が大きいので、見た目以上に凹んだように見えます。なるほどな、そういう意味ではここからどうなるかだな。結論から言うと、この先都市のやりとりは発生しませんでした。しばらくは戦いも起こったんですよ。蜀からは関羽さんが曹操さんから公領を奪還しようとしますし、孫悟は葬儀の2つの都市をなんとか攻略しようと動きますが防がれました。この形だと葬儀が攻め手になりそうなものだけど、受け側なんだな。ですね。そこは少し意外でした。ただそれも250年頃までの話、移行シナリオ終了の350年まで、一度も戦いが起こることなく時間が流れていくことになります。マジかよ。疑われそうなので16倍速で画面をどんどん流していきますが、ずっとこの覚醒力飛行中のまま、左上に表示される年月だけが経過していきますよ。すでに20年戦いが起きてないな。言ってる間にさらに時間は進みますよ。もうそこまで行ったら、三国志ってかもう3つの別々の国として認識されて久しくなるだろ。まあ外からの認識はそうでしょうね。まあこれに関してはこのシナリオがバランスが取れているというよりも、三国志8リメイク全体にある、数十年進むと AI だけだと動きがなくなる問題ですかね。まあそれも問題なのかどうかってのはあるけどな。武将プレイで勝手に制覇まで行くのはどうかってコメントもありましたからね。捉え方次第なところはありそうです。戦略ゲームとして見ると、ラスボス的な存在が生まれにくい仕様ではありますが、そもそも毎回中華制覇までやる人も少数派でしょうし、AI だけだとこういう運命で止まるところを、自分が関与してどう打開するのかを考えるのも楽しそうです。結局は遊び方次第だよな。オイラたちみたいに半分はデモプレイしてるなんて既得な人まで想定できないだろうし。私たちは間違いなく少数派ですね。というわけで残り期間は10年。
本当に戦いが起こらずに終わりましたね。食感なんて一つ空白年を残したままだし、気になるところはあるけど、まあバランスは取れてたんかな。許容できる範囲ですかね。というわけでとりあえず9大点を挙げられそうなバランスの新、三国志シナリオですが、おまけでもう一つチェックしてみようと思います。何を試すんだ？再びシナリオは新、三国志シナリオ。今度は君主3人の戦略傾向をいじってみます。戦略傾向ってなんだ？シナリオ中は確認できないんですが、史実武将編集の画面で確認できる要素ですね。こちら5つの設定があるようで、進行の度合いが変わるようなんですよ。ちなみに新、三国志シナリオの君主3人。曹操、劉備、孫権の3人はいずれも高専に設定されてました。これを今度の世界戦では積極にしてみます。これで何か変わるのかを確認したい感じですね。なるほどな。説明をしている間にもどんどん時間は進めまして、すでに年のやりとりも発生してますね。さっきの世界戦との違いはそこまでなさそうか。そうですね。強いて言えば、最初食感が持っていて、最初の世界戦でも落とされた紅葉、この世界戦でも食感が葬儀に取られたのは同様でしたが、その後さらに孫悟が葬儀から奪っています。そしてその流れで孤立していた、永安を食感が奪還していますね。まあそれくらいは世界戦のブレの範囲か。ここまで見る限り、少なくとも君主の戦略傾向をいじるくらいでは、大勢は変わらなそうですかね。英雄集結シナリオのように多数の君主がいるシナリオならまた違うかもですが、このシナリオでやろうと思ったら、大衆になりそうなメンバーもいじった方が良かったかもしれません。大衆がそれぞれの裁量で出陣できるんだっけか。完全に自由にというわけではないですが、私はこれまでプレイしていて、大衆の立場から出陣を行って、君主に制止されるという場面には遭遇したことがないですね。ふむふむ、まあ今回の場合、君主の傾向をいじってるから、むしろどんどんやれって形にはなるんかな。その可能性もあるとは思います。実際今250年を超えて、どうしても動きがなくなってしまいましたけど、ここまでに起こっていた戦いの数は、明らかに増えている感じがしますしね。誤差の範囲内ではあるかもですけど、これはこれでいろいろ試せそうではあるな。今後が楽しみな結果になりましたね。そんなわけで今回は新、三国志シナリオをデモプレイで見てみたわけですが、検証結果としては、確かにある程度バランスは取れていそうですけど、葬儀と食感はもう少しバランスを取った方が良かった感じですかね。まあ完全にはできないよな。実際問題、初期のこの数値だけ見た時の印象とは違う結果でしたかね。バランスは取ったと言いつつ、やっぱり葬儀が年は倍以上持ってるし、武将数も 1.5 倍くらいはいるのな。この数値だけ見ると、本当にバランスを取ったのかって感じですし、食感はともかく、孫悟はよく葬儀から年を削ってましたよね。今回落とした年全部、葬儀からですし。全体数だけでは測れない部分があるってことだな。ですね。というわけで今回はここまでにしますかね。了解したぜ。このチャンネルでは、某シミュレーションゲームを中心に動画を投稿しているぞ。よければチャンネル登録して応援してくれよな。高評価やコメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。